淡水老街。やっと淡水駅に着いた。お腹が空いたな。ねえねえ、淡水老街には美味しい B 級グルメがあって、食べ歩きグルメも有名なんだ。そうなんだ。じゃあまず何から食べようかな。フーチャオピンはどう？淡水で大人気の B 級グルメなの。フーチャオピンって何が入ってるの？豚のミンチと野菜がたっぷり入ってて、胡椒の味がアクセントになってて、熱々でパリパリなの。ぜひ食べてみて。わあ、美味しそう。じゃあこれにしよっと。フーチャオピンを食べ終わったらスイーツなんかどう？淡水老街はとても有名なソフトクリーム屋さんがあって、普通のソフトクリームじゃなくって30センチ超えのソフトクリームがあるんだよ。でもな、今はソフトクリームよりドリンクを飲みたい気分なんだよね。じゃあ三名炭とか黒糖タピオカミルクティーなんかはどう？三名炭がいい。黒糖タピオカミルクティーは日本でもいっぱい店ができてて、でも値段は日本の半分だよ。実はね、日本で一度飲んだの。でも甘すぎだと思うんだよね。わかった、じゃあ三名炭を飲みに行こう。はあ、もうお腹いっぱいです。今日の淡水老街巡りはとても面白かった。食べ物も美味しかったし、景色も最高だったよ。さすが台湾のベニスと呼ばれる街だなと思ったよ。いやいや、それほどでもないって。じゃあそろそろ淡水駅に戻って台北に帰ろうっと。